はい今回は岸田首相が再びやばい入管法を検討している、まあ、こちらの件ですね、こちら考えていこうと思います、数日前からこちらの話がですね、まあ、注目されておりまして、まあ、もちろん僕はこんな入管法とかっていうのは反対なんですよ、全くですね国民のためにならないし、まあ、日本の治安悪化になる、そういったことが懸念される内容なんですが。 まあ、岸田っていうのは、ですね、えーまあ、その外国人は日本の宝だとかって言って、まあ、売国、あるいは売国度、売国政策がひどく目立つわけですが、今回のですねこの岸田がああの再び検討に入った入管法っていうのは、2年前に廃案になったんですね、その入管法が。でその2年前に廃案になった入,入管法を、そのままあ内容をそのままでまた再提出、えー、テーブルに上げたっていうことで、意味がわからないじゃないですか。 2年前に廃案になったものをまた、ね、再び、えー、いう意味が分からないし、この立憲民主党と自民党がどうのこうの出言ってますが、まあ、これっていうのも、まあ、何かしてるような感じでこのプロレスをしてるんじゃないかと思うんですよ。岸田というのは常に外国人を優先するんで、外国人は、ねえー、日本の宝だとか、ねえー、意味の分からない謎のことを言ってね、<laughs> 日本人が日本の宝で、えー、あるはずですが、そうではなく、外国人に、えーまあ、お金を配ると。で今回のこの 入管法か何か他のかわからないんですが、岸田はです、ね、100兆円という予算をつけるみたいなことを言ってるのを見たんですよ。で、まあ、この入管法であってもそんなのはもちろん反対ですし、そもそももしもですよ、まあ、僕もリスナーさんも考えますが、100兆円というお金があったら、どれほど日本国内で良くなるのかっていう、まあ、日本の,です、ねあのまあ、この経済も、まあ、日本国内がより良くなるんですよ。 例えば、もしですか100兆円あったとしますで。それを日本国民に使えたとします。日本国民の人口はです、ねまあ、およそ1億3000万人ということなんで、えーまあ、1人に、えーまあ、10万円、えー、配ると13兆円なのかな。だから、例えばですね日本国民全員に50万円給付できるんですよ。 それで65兆円じゃないですか、まだ35兆円残っているわけですよ、消費税を廃止できますね、期間限定だっても消費税を廃止する、日本国民全員に50万円給付して消費税廃止したら一気に日本の経済良くなりますからね。 同じ100兆円を配るんであれば、明らかにこうした方がいいわけですよ、だって僕たち国民のためになるわけじゃないですか、しかしそういうことをしないと、全く謎でしかないんですが、そして岸田のこの入管法、でこの入管法っていうのは、いろんな解釈があるんですが、別にそのね、えー、難しく言うわけではないんで、こういったものがま,あまず良くないなと思うということを考えていきます、まあ、すでに2年前に、ね、廃案となっているものをまた持ち出してきたんで、 難民として危険から逃れてきた人たち、外国人の方たちを見放すとかね、そんなようなことの法案が4月28日で採決されそうになっているという、まあ、昨日かな、うんまあ、なってはいなかったので政府だと思うんですが、岸田はこの入管難民改正案、入管法改正案というものを推奨している、うん、推してるわけですよ。 で日本の難民指定率っていうのは、まあ、低いんですね、0.7%。で他の、えーまあ、イギリスとかカナダとかドイツとかイタリア、G7 に比べて低い、えー、わけですよ。でこのの、えー、入管法っていうのは 今までさまざまなあことからあの懸念されているわけですよ。えー、この在留資格を失った外国の人に対して、えーね、難民申請をすると個別の帰国ができない事情を一切考慮しない強制送還の手続きを、まあ、取るために。 まあ、全員を入管施設に収容する全体、えー、収容主義とかっていうんですが、まあ、いろんなことを言ってるわけですよ、無,無期限にね、えーまああ、この外国人の人を日本に、ねえーまあ、いさせるみたいなことを言ってるんですよ。で あのまあ、この難民についていろいろ、難民について危ないっていうこともあるし、ね、そのまあ、なんていうのかな、あそれに関していろんなことが言われてるんですが、まあ、それもそれで、えー、大きな問題であると思います。しかしあの、その問題は難しいところがあるのかもしれない、ただ僕は別に反対ですよ。で例えば、じゃあ何がね、えーその、この入管法に問題なのかっていうと、 国際人権基準を満たさない、えー、と言われた国連のそういったものを、なぜかあ日本で強行採決に持ち込もうとすると、まあ、そういったあものなわけですよ、この入管法。だから、この入管法には反対、えー、もう廃案にするしろ、えー、そういったような声が多数上がっているんですよ。で、まあ、僕もそう思います。別に全く反対です。で 一番は、ですね、えー、まずこの言葉なんですよ、この難民っていう言葉なんですが、この難民っていう言葉っていうのは何を指しているのかっていう話なんですよ。 日本語が全く分からない外国人、日本語を全く話せない外国人だったり、別に日本語など覚える気のない外国人だったり、日本の文化に全く興味を持たない外国人だったり、それこそですね、えー、まあ日本で何かしらあそういった悪さをする可能性のある外国人とか、ね、えー、コーマルインとか、そういったものの可能性っていうのがあ,あるわけですよ。でんでんね、こういったものを入れるという。で、それっていうのは何を意味しているのかっていうと、日本国内の治安安化になるわけじゃないですか。で 先ほどお伝えしましたが、別に外国人がどうのこうのっていうのもありますけど、それよりも何よりも、まず日本の今、経済が厳しいんで、日本国民をえまああの考えてくれっていうのが、まず一番というか、いくつもあるんですが、さらに、こういったものっていうのを、いろんな人たちが懸念して、もうですね、2年前に廃案になったものをまたえいちいち持ち出してきて、やろうとするあたりが全く意味がわからないんですよ。全く日本のえねためになってない、日本の治安化になってる。で、実際ありましたけど、 ゴールデンウィークの前に外国人が来て、日本国内で何かこの罪を犯したっていうニュースにもなってたんで、外国人が来ると、ですねそういった治安悪化の要因になるっていうのも、それも一つ事実なんですよ、で日本というのはねスパイ防止ていうものがありませんので、どん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 外国人を受け入れたら、あね、どうなるかわからない、その国の形が変わるんじゃないかってそういった懸念もあるんですよ。 だからそういったものからして反対なんですが、それを岸田っていうのは推奨していると、でこれというのは別に僕だけじゃないですよ、多くの人がこの入管法っていうのを反対して、やめた方がいいと声を上げているんですが、そういうのをお構いなしにやろうとするっていうね、うん、そういう話です。 だから、おかしいわけじゃないですか、普通に考えてね。で、今っていうのはちょうどですね、えー、ゴールデンウィークに挟まるんで、えー、休みね、大型の休みが入るんで、その大型連休前にこういったものをどんどん話を進めていこうっていう、そういう狙いである、えー、と思えるは考えられるわけですよ。 で僕たち日本国民からしたら日本の治安が悪化するという懸念があるわけですよ。でそもそもその外国人にお金を配るっていうんだったらいいやいや日本国民がね生活に厳しいわけじゃないですか、まあ、僕もそうですし、リスナー様も厳しい方がいらっしゃると思うんですよ、物価高とか。そういったものをまず対策するのが最優先であり、で別にその,あの入管法というのは過去に反対されてるんで、そんなことをいちいち、あのーね、考え出すこと自体、そのテーブルに上げること自体がおかしいんですよ。だからで僕がお話話したこの話ある じゃないですかこういったことをほとんど政治家っていうのは言わないんですよ、政治家とか議員とかね。うん、で、選挙が終わったらこういったものをしようというところに、えー、この悪さを感じます、議員とか政治家とか政党とかね。で、あのこれは政治家、議員全員に当てはまりますが、 こんなね、えー、この入管法等を検討する、国益にならないことを検討するんだったら、さっさと、ねえー、少し前から言ってる自民党と東丸協会の問題に着手して、それを解決するように、えー、持っていく、あるいはですね、日本国内がよりよ,よ,よりよくなるように持っていく。先ほどのね,、えー、にそのね、お金があるんだったら日本国民に… 給付日本国民全員に給付金を配るのも国内のためであるし日本、えー、日本国民に対して消費税を廃止するのもそうだし、積極財政っていうのもそうやることはたくさんあるんですよ。しかし、そういうことを全然やらないじゃないですか。だから僕はもう日本の政治家とか議員とか政党とかっていうのも信用できないんですよ。もう日本の政治っていうのは腐敗してるっていう、もうそれだけですよ。こういったことが話題に出るんでね。まあ、ただ、僕もリスナー様も過ごしている日本がですね、良、えー、くなることをまあ心の底から願ってますので、 入管法っていうものをもうね、えー、二度とテーブルに上げずに、で考えるべきは僕たち日本国民の生活そういうのを考えてるくれる方に政治の舵を切ってもらいたいと思います。今回はこの入管法の話が話題に出てるんで、まあ、僕なりに思うところっていうことでお話ししてみました。何かご参考になっていただけるものがお伝えできれば何よりです。ということで今回ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。